おしさまラジオ <music> FM 祇ン FEC 中の金曜日金ピラゴごぼうの「キンキンピラピラおほいさまラジオ」えー、本日7月な5日、えー、金曜日なんですけれども本日は収録放送でお届けしておりますというのも昨日ですね「えー、オードブル」の「深夜にメしテロに僕ちょっとゲストで出演させてもらいましてでそのまま FM 祇ンで。 収録をしよううとといいことになっていますだから今日今収録している日にちは、まあ、あ日にちすぎたら実質も7月5日と金曜日には収録してるんですけども、えー、夜中12時53分を今手元の時計では回っておりますそしてえ先ほど1時間前1時間もない前になんですね、えー、一緒にゲストを出演させていただきましたこのお二人にも来てもらってますじゃあまずはこっちからはい どうも、天狗が大好きでここトラベリングりょうとです。来ましたー。お願いします。電学校ですね。電学校です。 この二人で、はい、お願いいたします。バイバイじゃないわけよ。じゃあ、自己紹介お願いします。はい、恋に悩む二十二歳、もこもこもとしさいす。お願いします。悩み、悩んでおります。いや、もう、今、もとしさんは、あの、今恋をして。この、オードブルのラジオからの、短時間で、すごいとっと今へこんでおりますけども。こういうの、ね、いろんなことがありまして。 くないですよ、好意に左右されるこれを勝手にいかに楽しくさせるかですからそうだよねうんそうだよもうダメだよこれはだから芸人のいいところはどんなプラスマイナスも笑いにい変なのるしかもオードブルさんからさじゃありょうちゃんオードブルはさん付けしなくていい夫だよオードブルのさラジオやった時にメールいっぱい届いて「たイキャス」でね募集しましたよいっぱい来てますよありがたいこの後じゃあうん もろもろ紹介してきますで今日、ツイッター数は多分おそらくコースとか休みでリッスンラジオかなんか聞けるのかなだったりとかういうまあ地域の、はいうん、ラジオ普通に797周波数で FM に聴けますので実際、このオンタイムで、ね<う>えー、夜。 いてますよ11時台聞いてますよっていう人もメール送ってくださいお願いします来週紹介しますので僕なんかはちゃんと紹介しますお願はい、一応メールアドレス紹介しておきますね通じで797「トマーク f m g i n o ットコ c o m 797」「トマークアルファベット小文字 FMGINOWAN.com」までお寄せくださいよろしくお願いいたします聞いての感想だったり ということで、まあ先ほどね、元氏のオードブルーのラジオで、まあこの後収録するということで、メールを募って、たくさん来ておりますで今日はなんかもう二人がすごいなんか、だってあれですよ、涼とがもう、この中運動にいたら、もう、エッチなお話が、あれの好きなのよ 俺ツイッターでも募集かけたんだけど何の反応もでもメールはいっぱいメールはたくさん来てるということツイッター数その時見られてるありがとうございますありがとうございますこれはじっくり紹介してじっくりやりましょうちなみにメールテーマ何でしたっけメールテーマ初体験だったよねはい初体験でございます初体験えお二人まだまだですよねあごめんなさいリークしかやってなかそうないあいろいろんな初体験あるからいろんな初体験があるじゃないですか僕はグレーですけどはい ハウエバーって微妙なラインっていうものでまあまあそんな場所はせっかく「夜や」っていうラジオなのでまああのある一つの初体験にかけられるとあと大喜利もねああそうアダルトオーギー。まあ先ほど野々に生放送の時にすごいちょっと大盛況しましたがさっきの「アダルトオーギーのお題は何だった

確かにな、確かにそれってだよね。デミグラスソースもありましたけどね、刺激の姉ちゃん。さんそう、鉄板に焼いてってことですよね。ティーボンティーボンティーバ、ティーバックね。ええ、まあ、いろいろありましす。そんなものにね、なぞらって、今回のそのアダルト大喜利のテーマが。ちょっとじゃあいいですか。お題が。はい、ブラジャーに。何を入れて食べるか。これ皿代わりですよ。うん、スープでもいいし。

口の中でいっぱいタピオカをやって、それを送ります。一粒一粒丁寧に送ります。箱に入れて。一回一回。タピオカやって。回してね。グルーヴして。優しくそうで。一個一個で。パックで。あの車海老みたいにいってる状態で。あの送ります。鮮度がた状態で 優勝者にははい送ります送でたくさんメールポイント制度なってますはいよろしくお願いしますタイガさんも参加してますあなるほど僕ももとしもってこともとしさんはもうダメですもとしさんはダメなんだ判定員がうん判定員がわかりました判定員はあなたですよあとか俺かはい両得すべてを取り持つのはじゃ僕でいいですはいお願いしますわかりましたということで皆さん一時間お付き合いよろしくお願いしますいおしますじゃあ一旦 CM いいんですか CM で いきましょうまだだってまあまあしかそうですねじゃああと4分ぐらいなんかしゃべりますいっシん CM いきましょうか一旦 CM いっても後半に僕は回すんです僕の方でも今こ時間を計りながらやってますんで5時1回ストップしちゃえばよかことですそうですねはい25分えっ25分ああことで52分違いますすいません52分危ない危ないじゃあ cm です CM です 軽自動車の時代。長浜モーター、スズキの新型ソーリーほ長浜モーター、ギノワン中古車街道ど真ん中。黄色い建物が目印。軽自動車のスーパー。長浜モーター。今度のパーティーいい場所ないかな。テーマのカラオケルームは周りを気にせず盛り上がれるよ。持ち込み自由だから誕生日会、新年会、モアイにも使えるってば。いくら？ 1>, 1時間1500円いい安貸しスペースだからね地域の憩いの場になってるよ電話してみてカラオケルーム892-3808あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社新化へ あれ流れ星流れてるなあいた頭に当たっちゃった「金んぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ」FM ギノアン F 中の案 FEC チュンの「金曜日金んぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ」今日は収録放送でお届けしておりますで、まあえー、7月日日金曜日の 午前一時になっております。先ほどの生放送木曜日の生放送終えた二人ゲストモコモコモトシ君とちんこミシシッピガメにお越しいただいております。よろしくお願いします。すいません。恋悩み王です。あ、恋悩み王ですか。とチンコミシシッピガメコドリオトです。デコボコトラビングお願いします。恋悩み王です。恋悩み王は本当に面白くないな。ねやばい、やばい。今、致命的だね。今あれですよ。もうあのもう あれなんですよほらほらほらもうもうダメだ半分今頑張って今いろいろギア入れ替えてなるほどねいやもうガチガチでギアもう全然動いてませんから大丈夫大丈夫じゃないですよなんで大丈夫だと思って。そうだなおとしさん今もう恋に悩んでましていや良くないですよこんなのはこれもそうだねじゃまず恋した相手がちょっと悪いな悪いかもねいつかも話したんだけど結構これグレだからね言えないけどこんな話するのやめよ 聞いてるかもしれんから。じゃあ他の話しましょう。あのマングースって沖縄で取って内地で顔をそって売っても売れますかね。すごいな。ねえでも量っていうのやってること正しい。ちょっとちょっとやってみたいよね。売れるぞと。炭酸飲ませて。ええ。しるしるしるじゃないや。シュパって言わんぱやそれや。もうメール読まないと。メール読まっちゃう。時間ないから。いやまずに今日デマ初体験でしょ。初体験。もうみんなの初体験一回喋ってから最初初体験いっぱいあるよ。

ははいい床をな床でまあでもやるっていうもんねそういうそうそうだから何か分からんけど気持ちいいなってのがちゃんと覚えてる土曜日の「あの不思議発見のこの木何の木」の時に親いるよね親いて俺こうちょっとやってたら「あっこ気持ちいいな」ってちょっとね床を。 踊ってた床でもう記憶があるあ、これがオナニーなのかなってインスパイアー・ザ・ネクストしたわけだなははは、上手いな1本になりましたはは俺も入ったすごいいこれいいな1本になったそうそうそう、で、えっとそうそうそうそれでそれで手とかもやったんだけど中一の時に飽きて初めてね、だからこんにゃく買ってああ、そんな昭和チックなお、だって買えないさでも床でスリスリした時はそのフィニッシュまで行かなかったってことでしょう？行ったのよ、もうえぇ

ぽつって、ちょっとだけ。穴、穴を、開けるぐらい。要は、きびで、ちょっとつんと、つ。あれが、ちょうどいい。なるほど。あと、は、自分、自分の、ウィンナーを入れたら、ちょうど、いい感じになっていくってことね。そうそうそう。気持ちよくて、気持ちよくて。それが、中。そう、中二の春でしたね。ただ、まあ、一応、初オーナーは。小二ということ。小二。ぼ。ま僕。 もう聞きますああ、初女とそのゴール切ったのゴール切ったのフィニッシュまでいったの。あもう初女でフィニッシュ。あなるほど。それが、それが最初。ああ、もうそういうもんだと。いつうん、そう覚えてる。ああ、早いね、やっぱね。あの時って、あの、まだか、トラブルっていう漫画あったのわかりますあちょうど一年前に。違うな。そ違うな。 ザトラブルで遊ぶんですよ。みんなフル遊ぶんですよ。すごいですね。申し訳ないです。漫画です。ちょっ一緒じゃないの読んでなかったジャンプの。わかんない。ジャンプにあかなずエロ枠が一個あるんでかる。で、トラブルっていう漫画で。アルバイトのね。そそうう最後にルーね。ルーはい。わかるわかる。その漫画読んで、あららと。ちょっとエロいなと。いいね、乳首に泡とかがついたりして。あ、隠すんじしっかり映すんじゃね。煙とか。で、そっから。 まあなんか風のでなんでそういうエロいビデオが見れる場所があるよとそうそうそう、ね、で初めてセックスを見て、はい、でなんかやっぱこすってるわけじゃないですか男優さんがあの子僕もやってみようかなと。 それがスタートです。え自分の見たなかったといやあるわ。なかったんだ。だってだいばや。あ女の子だったっていいさいいさ、それ。その展開いいよ。その展開いいよ。今のはどっちにいっぽいハンバーグにしよう。最初の僕の勘違いというか、あれ全部水分だと思って ああ、まあ、何がどうかは。あ、そうだよね。結局、なんか、その保険体育とかでも、そんながっつり教えてくれるしね。日本は。俺、小六の時にコンドーム先輩からもらって。校長先生に取り上げられたことあります。小六だもんな。コンドーム。いまだに使ったことない。はめ方もわからんも俺。あ、そうなんですか。わからん、わからん。はめたこともない。ない、ない、ない。あ、そうなんですか。一回もない。 水風船くらいしたことしか遊んだことしか、結構な重傷ですね。重傷よ、本当にマジで。マジで。まあでもでもでも、そりゃいずれ来るときがあるから。そうだね。まあでも知ってた方がいいかもな。あ、そうだね。自分でつけてみたらまず、そうだね。やってラジオの時とか、の生放送でツイキャスとかにつらんように。 だからそれこそ声だけでいいツイキャス聞いてる人にも声だけこんなの楽しむからみんなこれうん、うん、それか初体験やってる最中に戻したにビデオ通話していいですか、うん、これチンコどのしてこれ入れればいいんですかっていうこれは相手側にもすごい迷惑かかるからこれや,め、ね、やめましょうね、うん、僕にも迷惑かかりますよ、ね、もちろん。そんそか僕がトイレでチンコしてハメ方だけ 教えて普通につければいいだけなんですよ。分からないってこ普通の人えじゃあ、女の子につけてもらえばね。ああ、そうだね。その前にそういうお店一回行くとか。いや、お店は行きたくないな。じゃあもうしょうがないです。じゃあ、女の子は頑張るしかない。そうはみんないろいろあるんですね。じゃメールが来てます。あれはい。僕もじゃあもう小5小6ぐらいよ。結局、そんなもんじゃない。そういうもんや。 自分で興味持ってやる家のトイレでやった覚えがあるな。

読みましょうこれがねラジオのよさなんでまあそれはキャンさんにお任せしてお願いします初体験初体験そのさっきね目標のツイキャスいっぱい見はいはいもう北中で読みましょうねうんエマさんエマさんありがとうございましエマさんツイキャスに載ってましたけど24はい北海道で何何だっけクラブダンサークラブダンサーでどんな顔してるのか 画像上がってるらしいですよロスタって言ってたもんさっき皆さんこんばんはさあ皆さんこれを皆さんはどんな感じにしますかはいちょっと見てみましょうどんな感じにしますか夜眠れんはこれなんて説明したらいいのこれジャケットシーリジャケットのサイズぐらいこの西北スケアに命ねめっちゃこのピタッとした黒いしかもさ白黒さ見えないと思うけどこれ北海道だから下氷なんですよ 雪雪って言って欲しかったね今ね雪かそうなのいやでも氷みたいに見えないちょっとあの雪だよねカラーでちょっと出せなかったんですでも雪じゃんこれ多分した本当だ雪か岩塩だよノス岩塩塩岩塩であ溶けないしねすごいエマさんがどこの中にいるってことへこんなレベル高い四人で ちょっと当てようかな。ガイド熱いじゃん、マジで。みんな可愛いいよ。ちなみにじゃあ、僕なんかで誰がタイプかみたいなのいいよ。これ、エマさんだけを楽しみね。うん。お写真エマさんしかし。ないそうだね。ああ、みんなタイプ一応可いい。全員可愛いスタイルよくてダンサーっていうだけで。左から、はい。1、2、3、4にしましょう。わかりました。左からね、数字で言うってことね。わかりました。もずしさんは ?2 番ですね。 ああまー僕はなるほど顔も結構どっちかというとまあ日本人よりのそうなんですちょっとね身長高いね落ち着き目の感じの方が僕はいですねあ、俺ちょっと気づいたなエマさんどれ何が分かったかも俺、俺いきます本島エマさんどれか別にしてタイプが2あでもわからん誰かなでも俺のタイプは三番だなあらら三番可愛いあでもみんな可愛いよもちろんもちろん美人さみんな 綺麗だなあ。真ん中にいるあ、真ん中じゃない。番が可愛いって感じするんじゃないうんうん顔なんかちょっと両党に似てるしな。あ、似てるね、両党だ、うん。ちょっと両党に似てるわけ見て、しっかり。近場で。近くで近場で近くで見て、近くで見て。わかるわかるなんかちょっと、いい意味でこの顔の濃ゆさとかちょっと両党に似てちょっと、うちの近場で。そう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 いいはいはい。三<ー>番もいいですね。いいあーでもみんなタイプよ。僕は どれかな、みんな可愛いけどな、まあ、髪もね、いろいろ多分。そう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 、金髪の人とかもいるんだけど、僕は五番の広瀬すずか。いない。すずちゃんか、いいですね。すず、すずさん映ってますね、外苑に。外苑、外苑、外苑とかに。すずさんです。ねすずさんです。すず、すず。あれ、一番の子もいいけど。ああ、べっぴんね。四番の子もいいな。どっちがいいんだろう。 4番かなああ、いいね。この可愛い、可愛いい。見えないから適当に4番とか3番とか言ってて、これで5分ぐらい使ってますけど。可愛いい。結構なエマさんがいるかどうかまた別にしみんな可愛いです。来週の生放送、エマさんお待ちしてます。ね、別品よ。うれしい。ああ、すごいね。ちなみにこれ何ポイント入るんですかねこれもこれも。 十ポイント。十ポイント。これ。すみません。写真をあげてくれるっていうの。しかもわざと顔は誰か言わないっていうのがまたちょっといいね。ここがだかここに想像させるみたいねさすがエンバさん。さすが。じゃプラス二ポイント。ああきます。十二ポイント。めっちゃ快進ですごいな。さんすごかったです。ありがとうございます。じゃ次行きましょうはいメメッセージ来ております。 山口からお邪魔しました。セクシー切り株の回遊であります。と回遊さん、ありがとうございます。えん、えん、えん、リプ、大好き。回遊です。はい。回遊リプって何。な、わかんないです。初体験。初体験。誰も。わからないから。お前どなんでごめん。処理できませんでした。初めて年上のお姉さんとの。 試合の思い出。試合って表現するのいいね。ウィンブルドンか。テニスだよね。<laughs> 試合の思い出、えー。真っ赤なシルクのシーツにくるまってる全裸のお姉さんが目の前飛び込みました <laughs> ベッドへ。快挙 <laughs> さいいねー。三ポイント。三ポイント。ント聞きたかった。 もうちょいだなだから試合だってまだこれほらあのリングインの時さまだ登場曲流れてリングインで赤シーツだからアントニオ猪木かなおそらくーんんいいめっちゃゃじななこメルくれたありがとうございますしかもシルクのシーツだからんか照り方もねいいいいホテルでカレーいいですね飛び込みましたベッドへ。 結構笑わる。ご通知法だからさ、ほらベッド飛び込みましたじゃなくて飛び込みましたベッド。へベッドっていう言葉を強調させるために。二ポイント追加で五ポイントでよかったよ。あゆさんいいですエマさんには届かずという。ね、もうだからあとあとだからこの後まあどうなったかみたいなのはね。まあそうですね。ちょっ。 ちょっとそうちょっとそこが足りなかったいやでもすごかったですなんかあの前菜だけすごい良かったのにメインディッシュ食べれなかったみたいなでも両と半ボッキしてます半ボッキですすごい両と半ボッキでじゃあ僕が2ポイント追加します7ポイントですはいありがとうございます開演さありがとうございます発言ステージでまあ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 いいよすごいよ攻めたこといきましありがたいいきましょうこちらえこんばんは山梨県ラジオネーム光テストはいはスラして聞いておりますおお

りょうたまにこういうのがあるわけ、<え>ちょっとあの考え込みすぎて。ね、シンプルが。シン,ルシンプルにみ、シンプルがまず水なのかっていう、のもある。しえ、りょょうとのシンプルってシンプルじゃない,ゃないですか。いや、水の、えー。面白いんだけど、いく、なんか、五、五六パターン出た後に。シンプルに水。はい、だから、ね、俺、ね。ねえー、じゃ、あ増水って言えばよかったかな。あ,あ、増水かな、まだ。

入れるとしたら何を入れて食べますか桃ゼリーこれいいですね3ポイントですねもとしさんっていうのもちょっとあったんですけど桃、うん、ゼリーもとしさんだからこそできたみたいな感じでね,ね、うん、これなんか両方がいいとがええと、うん、まだ違うんだよなだ結構なんか真実味があった桃、ねうん、ゼリーいいですね <laughs> いい

いいいいちちごごかなですね初体験の思い出です初体験は小学生でエロゲーデビューした時小学生かえ十、ー、18金のゲームばっかりやっていました小学生でいいな駄目じゃない銃で女の子をうちゼンラーにさせる何それウルトラボックス <laughs> は暗黒お嬢様をやっつける銀河お嬢様伝説ユナなどやっておりました <laughs> PC エンジン、<ー> CD-ROM のソフトですパソコンのゲームか、はあ、<laughs> 何これ充で。えー <laughs>、えー、めっちゃいいね <laughs> だんだん抜いていく倒す打つごとにダメージを食らうごとにだんだんでびるからそらちょっとまでもドキドキしますわなエロゲーかエロゲーやったことあるもとしてエロゲーはまだ学生の頃は全然エロゲーはマシでないかもなあ分かる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 俺もやったもう今はもうね

ブラのパッドに入れたいもの、もずくとオクラのぬるぬる黒酢。亮太さん、これはね両戸的には好きなのよ。4ポイント、ああ、現在4ポイント、はい。でも、海ゆさん、さっきのメールで何ポイント返してたでしょ、3ポイントでしたっけぐらい入ってましたよ、7ポイント。いいですよ、いいですよ、いいですよ。 だちょっと攻めすぎてる感じはするけどね。モズクがね。モズクがね。でもいいよ。オクラオクラのぬぬぬるいいね。クローズは結構僕ポイントなんですよ。入れたのがいい。いいいいいい。これをただただのこのなんかぬるぬるだけにしなかったっていうのはちょっとポイントとして評価したいと思います。はいさいいい。素晴らしい。ありがとうございます。ええグッジョブ。エログッジョブいただきました。はいはましたこちら。誰だろう。 誰だろうこれ。えー、まあまあ,じゃあ。まあじゃあ証明してあ、証明してか紹介していきましょうか。はい、えー、大河さん、元久さん、り亮徳くん、お疲れ様です。はい、えー、テーマ初体験。エロいのがいい、そうでないのがいい。<ー>いまあまあ紹介していきましょう。シュ、うん、に住んでいた頃。はい。 どれだに進んでいた頃バス通勤をしていたんですけども、うん、いつも混んでいて座席には座れず、うんえー、通路に立ったまま会社も寄りのバス停まで乗っていたんですはい、はい、と、えー、その日もいつものようにつり革に捕まってバスに揺られていたんですが、うん、お尻の辺りに違和感が、うん、あららあ何それって振り返ると異常はなくまたぼーっとして窓から見える景色を見るともなしに見ていたら。 またしてもあらお尻に違和感が何何何やってんなちょっと熱いはいそれは痴漢でした <laughs> 明らかに目をそらした猿っぽい顔の学生服を着ているのに着けてるから社会人みたいな男性 <laughs> <laughs> もう一回紹介しましょうかもう一回もう一回、えー、明らかに目をそらした猿っぽい顔の学生服を着ているのに老けているから社会人みたいな男性じゃおそらく学生さん <laughs> まあまあまあ、うん あぶねふけているからって言わなかった俺やし完全にやなやばいですよ猿っぽい顔のそう本当に両党ですよ両党両党か両党ではないですね両党でしたダメよ大問題だから大問題よそれが痴漢初体験でしたされちゃったってこと沖縄でもあるんだ本当にいや沖縄か分からないですよこれでも沖縄かああ首里でしょああ首里は沖縄か本当によ 僕いつも思うんですけど、こうまあ僕らはまあ言い方ですけやる側の立場ですけどやられたとしてもそこまで男性がやるもんじゃないですか。親ってマジこれは何なのと思うだからいやどうしようもないんです。だから結局いやだから違う違う。それは元氏は結局お金払ってそういうところに行くこともあるし、じゃなくてもじゃなくても。 もうそういう性癖みたいなのもあるってだからそのまあほらだってやっぱ DVD とかも出ちゃってるじゃん時間プレイみたいなのはあんなはだからそのフィクションの話であってでもそれをどうしてもやっぱり実際でやりたいみたいなスリルとエロスのやっぱりスリルのドキドキとこのエロティックなドキドキを楽しみたいみたいな分かる人によってはね。全く別にに そういうのを感じないんで、僕はわからないんですけど、まあまあ、そういう人もいるのか。いるんだね。いるんでしょう。そんなリスクってまでな。そうだよ、捕まるかもしれない。ね今思い返しても腹立つな、金払えって感じ。ですどうだ、お金払ったらいいのか。もそれは冗談ですが、楽しいのかしらね。ええ、先ほどのシュプリームさんの痴漢レポを聞いて、思い出した。そうだ、これ。ね、ありがとうございます。結論痴漢はいかん。さあ、ポイント。 2ポイントですね1 <laughs> 回目でしたね <laughs> <laughs> 自分の自分の痴漢体験エピソード話して 2>,、はい、2ポイント話してくれたからあと1ポイント差し上げましょういいですねそっかでいいねこういう発いいねこういうのも、ね、僕なんかはちょっと体験しがたいエピソードだから。話してくれてありがとうございますでもどうだから女性の人はなんか変な話ちょっとやっぱり 僕は僕も女女性の人大好きだからやっぱり触れるものは触りたいさだからこのチンチンとか触られたらどうモノレール乗ってる時とかにああどうなんだ結局女性の人はそのそりゃそうだろ肩とか腕腕とかもあるけど足とかちょっとああちょっと危ないじゃない足知らない人でしょ 知らないいちょっっと待てくださそそ言言うう男の人だとちょっと強気でいけるというか女性の人はやっぱり立場的にもやっぱりちょっとねか弱いじゃないですか何されるか分かんないよね怖いからでもこういう体験もあるんですね実際に沖縄でもあるんだな沖縄でもあるんですよはあそうなんだね首里で首里で

例えばその芸能人で言ったらもうどんな子がいんのどんな人あ、まあ、タイプの子ねそ<う>タイプの子タイプの子はい昼るからあ俺いますねタイプの子芸能人だったらえ誰だからなんか俺昨日,昨日の あのスイキャスで見たんだけど、用途はなんかちょっとおっぱいは小さいおきい子は小さい子タイプ小さい子がタイプなの小さい子って言ってもほらだからそのななすぎたらまたあれってことでしょそうなすぎなすぎてもいいのよ僕全うんあってもいいけどなあそうだね B から C ぐらいのあたりがちょうどいいかなはいはいはいなるほどね誰がいいんだろう思い出したらちょっと連絡しますんでよろしくお願いしますおっぱいね いっぱだから昨日あ昨日じゃないおとといのデコボコのラジオおっぱいおとといかそうおっぱいの話しましたねまた全然話変わりますけど僕一応想像おっぱい好きなんですけどそういうお店にも想像おっぱい好き相当なあ相当ねそうそっぱうそうそうやばいやつやしただの変なだからホログラム的なのでいいのかな僕もおっぱい大好きなんですけど昨日ねいろラジオ聞きながら自分の中でもいろいろ 考えはしたんですけど結果お前後輩のラジオちゃんと聞いてるんだ優しいやし怖っおそれはさておきおっぱいなと思って僕も相当おっぱい好きでそういうお店行くぐらいなんですけどよくよく考えてみたら今まで好きになった子はああそうなんか警察があ俺女優思い出したわ女優も思い出したってこと今日から俺はに出てた清野菜名ちゃん

鈴川さき。あ、違います。ましろ。ましろみ、みすずさんですか。ちょっと色の語弊がある。あ、すみ意外と近い存在なので。そうですね。怖いですね。簡単に繋がれる。はい、そうですね。いい、いい、いい。今、彼女はい、誰が好きですか。僕ですか。はい。え、研究ですか。僕。好きな女優さんね。僕、ずっと、僕、あれ、の年齢になっちゃうんですけど。あ、そっか。そおやちゃん好き。わかるよ。だって、の年齢な。 さんと彼女さんの雰囲気が似てるから似てるね。あ似てるわ。似てる似てるあとあれも好きよ。ケンタッキー出てる女の子。ああ鳥のね。うんそうそうそう鳥のケンタッキー。ほらほらほらあの僕よりちょっと年上の子。今日ケンタッキーにしないの。そうそうそう女の子。誰だろう。 わかる絶対わかる。うん見よう見よう。絶対わかる。からから揚げこだ。からあげこから揚げ子だ。からあげこちゃん。からあげこちゃんみたいなやん。そうそうさ、ね昨日思った話なんですけど。好きになった子がみんなおっぱいそんなだなっての。あええ。小さいってこと？まちっちゃいっていうか普通っていう言い方。ああなるほどね。結果。 おっ,おっぱいなんて言っていいかってでわれて前ですけど、うん、まあ大好きなんですけど、うん、結果恋愛になると、うん、プラスアルファにしかただならないんだなって誰が言ってる場合やだから <laughs> 本当にや誰が言ってるよ場合やあどうも悩んでる男の子です <laughs> <laughs>

ブラジャーに入れるならマーボー豆腐です。ああ、これいいですね。だからブラジャー2つあるじゃん。これは切らないタイプなの。1個はマーボー豆腐入れて1個はご飯入れるの。一緒に取れたイプね。で、パカッてして振るのよ。ちょっとシャッフルして振るんだ。そう。振るの。カレーライスを取り別々にこのおっぱいを稼ぐの。のカップをうまく利用してってことね。これはもう 三ポ,ポイントですね。でブラジャーまあ僕ねあのお家で僕家族のね、うん、お母さんと妹とかのはい、はい、畳むんでわかるんですけど、うん、ブラジャーってあれ完全にこのカパって重ならないんですよね。そうなんだ、うん。少し隙間があるんですよ。うん、まあこの構造上、ね。そでその隙間のとこからその混ざった、うん、あの麻婆豆腐をあ だからそのエ,コエコにも,エコにもありますあのスプーンも使わなくていいしいい、ね、食器も結構、ね、あ辛口いいですね,いいね僕はそのエコロジーも加味して、うん、僕が2ポイントじゃ 5, 5ポイントで、ね、ピンクさん あの点数のさ、うん、あのつけ方さ、うん、もうちょいちょっと基準決めていやいやいやもうこら俺だエマさんバカみたいにつけてるさいやいやエマさんは仕方ないだってエマさんはすごいんだよエマさんはだから何なら殿堂入りにしてもいいぐらい、うん、だからもうしこっち今回の状態数にはそう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 ,そう

とりあえず4年前の手術かなと。あら、ついに。ね、ついに健全な初体験が来ましたね。ね、ありがとうございます。子宮筋腫だったんだけど。大きな病院への入院も手術も初体験だったね、もう二度とやりたくないけどね。健康が一番です、ではでは。まあ、内側のとこだからな。いや、戻しても、なんか、それでいったら、何回かわるでしょう、内側も。盲腸もある。盲腸もあるんだ。ああ、きついよ、痛いよ。頑張ったね。 お疲れ様でした。どういうことですか。ももとしさんも中身も全部なんでモーチョの時全部抜かれてる。全部抜いちゃうんだね。私あの食堂から一気にあの血ななつなかってストレートストレート。どんな改造してるの沖縄自動車道だからもとしの。大パチって誰が食かるとゆみさん頑張ったので3ポイント差し上げます。ありがとうございます。いいでね。そういうの基準がわからないということで。ゆみさんいいですよ。ありがとうございます。 ああ、違うね。手術中、なん、どんな、なんか、麻酔とかもするわけ。いや、マジで、きついよ。本当に、一度、だかもうちょっと切った時に、全身麻酔は入れますよって言われた。三秒後に、あの、眠くなる。んですうあの、目が、あの、映画とか、ドラマとかで、あの、ゆっくり閉じるのわかります。あの、代車とかが、自分の上に。そうそう。一気に視界がなくなるじゃないですか。あ、れなんですよ。もう、まさに。で、起きたら、激痛です。麻酔は特に切れてるんで。そうなん。 俺もねね、二十歳ぐらいの時救急車運ばれた時小児病棟に運ばれましたけどねありましたねあほんとガチガチそれはまたなんで聞いた話かそら身長とかってことアンパンマンの絵がいっぱい飾られてる中麻酔打たれたっていう思い出がありますけどね本当に覚えてるこれは覚えてるマジで覚えてるそっか 手術か、<ー>俺はな、俺ない、入院もあるけどな、うん、その麻酔もないんですよ。前麻酔はある。あの弟にあの左腕を切られた時の跡がまだあるんですけど。<laughs> 本当だ。弟が僕のテーブルに置いてある学校に提出する大切な書類をなんか遊びかなんかでなんかなんか使うからってハサミで切ろうとしたからちょっと待ってって左手を勢いよくパッてたまたま弟が使ったハサミで貯金して。 でやべえって言って病院行って本当はなんかテープでピッピッてこの貼り合わせてつながす予定だったんだけど僕手合わせがすごいからまずテープが剥がれるわ剥がれるわだからじゃあすいませんちょっと2針縫いましょうってことで麻酔をそれってえば僕もこっちへえそうなんだ

朗報です沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのディナーがお得なんです紅ズワイガニが入った食べ放題とアルコールも充実した飲み放題が時間無制限でなんと3500円さらに平日割りだと驚きの2980円お問い合わせは9311585沖縄グランメールリゾートドレスダイナーまで長浜モーターからのお知らせです返事は好意のバロメーター私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています 新車・中古車のご相談なら「ギロワン中古車街道長浜モーター」「8923719」「8923719」「レンタカーやってます」「ハロートレーニング」であなたの就職活動を全力サポート!「ポリテックセンター沖縄」では基礎から学べる専門技術の職業訓練も受講料無料で開講しています経験がなくても OK 新たなスキルアップにチャレンジするあなたを応援します詳しくは「ポリテックセンター沖縄」で検索 ヒデノブですラジオ名言いますキンピラごぼうのキンキンピラピラおおしさまラジオ FM ギノワン FEC 巡動金曜日キンピラごぼうの「キンキンピラピラおほいさまラジオ今日はゲストにもこもこもとしとでこぼことラベリング両ョに来てもらっておりますお願いします恋愛相談に乗っていただいていいですか恋愛相談はいもとしさんの恋愛相談来まして今恋にお悩みの男の子ですからねいつかなにあないすかあいつかちゃんと今もやばいんでもちゃんと役にできる時がねいつになるんでしょうね結構あの結構ね どう一応じゃあこれは全く別の話ですけどどうですかどうですかっていうこれいやだから分からないけど誰がどう聞いてるか分からんからその人に届いちゃう可能性もなくもないからやめときましょうやめときましょうメールがたくさん来ておりますたくさんあります。紹介しましょう。

ふえのりがびらすみなさんはい。ちょっと何言ってるか分かんないですけどそれマイナス今戻しが二ポイントマイナス二。ポイントいやいやそうですよ新品パンツにいや貸してみっかい読んでみちゃんと新品パンツにふえのりがびらすみなさんとガビらすってのはおそらくこうカピカピさせてるみたいなことですよねおそらくですけどねシェイカー振るときこもピクラスマスターゴックッズです。 まあ、あの方ですね。も皆さんご存知の一二三の方か来ております。はいはい、してワンが初めて一人上手したのは小学三年生の時です。やっぱみんな早いんだ。いいね。昼寝して起きたら俺より先に俺の俺が起きてて <laughs>。いい表現。これ二ポイントですね。えー、まあゼロ点になりました、ね。ゼロ点になった。いい。<laughs> 元年のせいでマイナスだったんだ <laughs>。起きててぎゅっと握ると、なんということでしょう。はい ビフォーアウターみたいな <laughs> 今まで感じたことのない体の芯から身震いするほど気持ちよさアンド安心感 with 罪悪感 <laughs> <laughs> それいいなそのままにぎにぎしてたら発作体中の感覚が七色に輝き出して <laughs> 最後は白目向いたはず <laughs> <laughs> でも俺の俺からコンディショナーは出なかったよええー。へえ。 出なかったんですね王さん、土さん、ブルさんの初一人上手 <laughs> <laughs> やべなこれいいですねいい、素晴らしい僕ら別に三人組でやってないんで5ポイント差し上げます全部が面白かったですね面白かったね、うん、最後は白目向いたはてやっぱりこう、ね、こいい焦点はしてるんだけど、うん、まああの エッセンンシャルはなかかったとととと握るるんんんんいいいううこでででしょポイトすす俺ささささ入入れれまががだて僕全体的にやっぱりヘビーリスナーのラジオの真骨頂を出してきてるっていうのとちゃんと僕たちに話の提供も最後まで振るこれはぜひリスナーの教科書にしていただきたい模範解いたんで おおふさんこれ聞いてる方にはどう思ってるかどうさんブルさんおうさん最後ちゃんとボケまでちゃんとしっかりやって俺なんかに話までポイ八点ここへ来て第二ねでもヒふみさん好きなのであと一点のヒフさん出ちゃいましたねそんなこと言って俺もヒふみさん好きだから二いくああ十一どうなんの終了です 惜しかったですねまさには届かずヘビーリスナーもエマさんのワンショットには届かずということでございました残り2時間も近づいておりますので紹介しましょうこれは誰なんだろう FEC 柔道様ということではいはいエロい初体験談最近初最近初体験してきましたこれ言えないな言っても童貞卒業でも 少女卒業でもあります。はいはいはい。これ性別も隠してんな。ハプニングバー童貞を卒業してきたぜハプニングバーってよこれ僕ハプバーはまだないんですよ、僕も。ええ、ハプバーって略すね。びっくりしたよ。ハプバーまだ僕童貞なんですよ。ハピバーみたいな感じえハプバー行ったんですかえ、ちょっと気がしてくださいよ。変態紳士、変態。これなんて読むのコシのシに。 じょお嬢少女って読むのかなの皆様のおかげで素晴らしく楽しい時間が過ごせましたや,やっぱいいな<ー>ハップバーってハえやがハプバーって言うねこれ俺ちょっとよくわからないんだけど、はい、これはあの公にしてオッケーなお店なの、うん 知ら情報として教えてください。だから、基本的にお金を支払ってね。一応、一人、男性一人でも行けるし、女性一人でも行ける。でもカップルで行った方が安いんですけど。カップルで行けることもあるんだ。大体のお店はね。まあ、バーで。そうなんだよね。お前、目ギンギンにして話せなよ。さっきまでの恋に悩んでた矢はどうしたか これねハプニングが起こるんですよ。そうだろうな。どういうことでハプニングが起こるんですかあっ、すごいな。そういう人前で。そういうルームもちょっとあったり。あによってるようって。SM だったり、マスクをなんかこの。お互いなんか背だけつけるようなのやってけよギノワにあるんだ。ずっとビビっていけないんですよ。あるんだ。続き読んでいいですかじゃあ、読みましょう。一緒よと ちょっとなチャレンジしようかな <laughs> すごいですよ、ぶち込んでもいないし、ぶち込まれてもいないけど <laughs> ハプニングはしてきちゃった何ですか、ちょっとこのジラシ三ポイント今今僕恋とかどうでもいいんで、うん、ついでに上半身のみだけど<笑><笑>、はい、これは何<え>束縛金金束少女、少女少女も 卒業。まあなんか結ばれるちょっと感じ込みない何とか少女を卒業あ、えー、ムラムラしてきたーあー全然読めないですけどまあとりあえずなんか縛られたんでしょうね <laughs> この3名語彙力ゼロパーセントですよ。喋 <laughs> ってるマイクがちんこに見えてきてはやばいままあ、まあ,、まあ、そあの縛られたとあれ本当に動けないのだねと <laughs>、はい、感動したよ、はあ、次回は全身金庫金庫かな、うん キッコーはあの壁が入るから全身も縛ってもらいたいなとでも互いにルールとマナーを守ってつけるもんつけてつけるもんつけて楽しく安全にエロいことをするのは楽しいなと、うん、まあいろんな意味で安全第一だねとはあみんなも先っぽだけ生でとかなんとか言うような男になっちゃダメだかな あーすごいな子作り以外で生でやろうとするやつ人口もげろ <laughs> あーいいねえー寮とか結構もう焦点しかけてますねなあ本当にちょっとお子様には早いなまだな俺なこれはちゃんとね体験も語ってくれましたし一応ラジオまあレベル高いですラジ,ラジオネームオレンジオメガさんから、ね。<ー>オレンジオメガさん初めてですねメール この人は、すごい初体験をちゃんと語ってくれたので十ポイントプラスさ、十七回ぐらいしかたったんやったプラスさっきの両手に三十三。周囲に立ちましたでもやっぱ僕なんかが体験しない世界をねちゃんとこう召喚してこれもいいですよ十5圧巻ですね素晴らしかったここ行って周囲が陥落したということで まあちょっとでもこれ俺みんなも先っぽだけ生でとか何とか言うような男にだけはなっちゃだめだかなだけが。<ー>やっぱりちょっとやっぱりおそらく僕のこの文脈読ませていただくと,と女性の方かななるほどね。あのなんなら誰かっていうのもちょっとボカボカに僕もちょっとおさえあの推測はつくんですけどもまあでもそこを、うん、それを言ってくれたのありがたいです言ってくれはやっぱり素晴らしいですね。うん、縛られたいっていうのもねやっぱりまあ男性もあるけどちょっとやっぱり。 いいね束縛されたいのちょっと女性の方がんか多いまあもう勝手に飯ですけどね時間残すところあと3分となりました早いよエンディングなんですか今もうそろそろエンディングが早めにやるんだ早いやるラストメールいきましょうこんばんはここはどこ私は誰のれですとここはどこのここはカナでここちょっと分かっちゃったんだよな嘘。あ本当だ。テーだテーマ初体験 今さっき痴漢行為目撃発体験をしたのでそのことを書きます横浜方面から東京方面に向かう、えー 京浜東北線に乗っていたのですが向かい、はい、迎えに3人組の女の子が座ったんです1人降りて2人降りついにあとに痴漢、えー、に合うおとなう大人しそうな子だけになったと思ったら、うんね、さっきからうろうろしていたがたいのいい40代ぐらいの男性が <laughs> ガラガラの車内にもかかわらず<ー>女の子のそばに。なるほど するしばらくすると肘を胸に当てたりお尻に手を回したり<ー>肝心な証拠は写真に撮ることはできませんでしたがカメラの音で男は気づいたのか今度は寝たふりをして女の子に全体重をかけ寄りかかっていていかにも不自然。<タッ> 終電が近かったので悩みましたが自宅のある駅を5つほど通過した駅で女の子がおりが男が後を追わないことを確認して今帰宅しましたと、はあえー、痴漢を目の目の当たりにしたのは初めてで見ていても怖いしい怖いされてる方はもっと怖いだろうなと思いました、うん、モコちゃん痴漢はイメクラだけにしようねモコ、うん、ちゃんそうだよではでは放送おち張りをなななちなみにあと大喜利も来ております大喜利ブラのカップに何を入れて食べる、うん、熱々の茶碗蒸し <laughs> 王子まで取ったスクガラスを飼育すると。これはシュプさんでございます。<ゃ>さ時間もね。一二三四五、これ<っ>中身の内容五。ええー、そして大喜利一二三四五十。ええー、僕はこのやっぱりあの情報がそうそうちゃんとしてた。警察からまるで降りてきたかのような情報だったので。 十三さん、熱々の茶碗蒸しこれ以上行かないということ。あ十四、あ十五。十五並びました。熱々の茶碗蒸しは僕結構良かったですね。みんなイーメールばかりでしたね。いやいやみんなさすがっすね。すごいよ。皮膚美さんもそうだけど、水美さんごめんね言っちゃった名前もうそれぞれでね。すごい皮膚美さん。というらしいな。と思っが来てお時間が来てる。あともう一分ぐらいですけどさ今回の一位今回の一位はまあポイントで言うと。 えーとオレンジオメガさんオレンジオメガさん同率でシプリームさんということそしてエマさんエマさんというこエマさんもすごいからねそのメンバーには首位の二人には僕が口に入れたタピオカを一個ずつあげますパック示しておりますのですね冷凍待ちるのがいい方もまたちょっと今メッセンジャーで送っていただけます三十センチぐらいの箱に入れてあげますいますお時間が来てるということであ来ました結構 で結構時間ない30秒ぐらいですけどもまあじゃあまた皆さん来週生放送できればなと思います聞いてのメッセージお待ちしておりますのでお待ちしてますよということで「キンキンぴらぴらおほしさまラジオ」本日はキンピラごぼうの大河ともこもこもとしとでこぼこトラビングりょうとでしたはい皆さんまた来週お会いしましょうさよならすいませんでしたありがとうございました